改め機とは、鉄道における線路のレールの間隔を変更することを言う。また、鉄道車両の対応する機関を変更する改造のことを指す場合もある。ここでは全車について記述する。改め機を行う目的としては、以下のようなものがある。複数の目的が含まれることもある。二番目の例は、極めて稀だが、1870年のニュージーランドの例がある。一般的には、 車両の大型化、高速化が目的であるため、広範囲の狂気に合わせる場合を除き、ほとんどの場合が期間を拡大する工事となる。この場合、ただレールの間隔を広げれば良いというものではなく、同省の肉厚を増して、堅固なものにすることや、スラブ軌道の採用、重量増に耐えられるような橋梁等の改築、トンネル断面の拡大などが必要になる。高速化が目的の場合、 複線化が合わせて実施されることもある。これらの工事が困難であれば、部分的に従来の線路を放棄し、別の場所に新しい線路を付設することもある。また、車両の側も改造を施さなくてはならず、従来に変わる新しい車両を製造する場合もある。このため、改め機には長い準備と多額の費用を要するので、用地費がそれほどかからないものの、 ほとんど新設路線並みの工事となる。列車を運休しなければならない場合もあり、その際は運休中の代行輸送の停配も必要となる。日本では列車の運行頻度が少なく、車両も少なかった戦前には、改めきは頻繁に実施された。特に軽便鉄道が輸送力と速度の向上を図るために実施したケースが多い。しかし、 それらの条件が変化した戦後には実施は少なくなり、特に1971年以降は、ミニ新幹線の運行に伴うケース及び参戦、基場だった区間から一本の線路を除去したケースを除いて行われていない、現在の鉄道運営主体、鉄道路線名、駅名で記載、従来の機関を残して参戦基場となり、そのまま変化がなかった区間は含まない、ミニ新幹線については、 街頭路線の項目を参照。イギリスでは早くも1840年代に、期間 1435mm と期間 2140mm の鉄道がそれぞれ直通できないという問題が発生し、1846年に、鉄道のゲージ規制に関する法律が定められ、鉄道網が長く、足回り断面も小さくて済む 1435mm 期間を標準とした。 詳細は、グレートウェスタン鉄道機関戦争を参照ニュージーランドは1870年に、中央政府が法律で機関を3フィート6インに限り、それまで敷かれていた国内の路線をすべて改めきしている。詳細は、ニュージーランドの鉄道を歴史を参照を改めき工事中のサハリンの鉄道。ありがとうございます。